皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。レッツハドルウィークということで、今日もですね、今日もですね、X1 の試合を振り返るっていう形で簡単に、ウィーク1にどんな試合が繰り広げられたかということを振り返っていきたいと思います。今回は X1 スーパー編です。それでは早速見ていきましょう。X1 スーパーのウィーク1では3試合行われました。まずスーパーの開幕戦となった富士通フロンティアーズ対野島相模原ライズの試合は、富士通オフェンスが試合開始からわずか2分30秒でタッチダウンドライブを完結させるなど絶好調でした。今年からスタメンで起用されている日本代表クォーターバックの高木翼がパス成功率 75%、 4つのタッチダウンを上げて期待に応えました。一方の野島相模原ライズなんですけれど、キックオフリターンの場面でリー・ハイタワー選手がまさかのファンブルで、そのボールをですね富士通に奪われてタッチダウンを与えてしまったというほか、フィールドゴールのシーンでもスナップをミスするなどスペシャルチームが制裁を書いてしまいました。クォーターバックのカート・パランデック選手がエースレシーバーの八木雄平選手に2つのタッチダウンパスを通すなど、オフェンスでは明るい材料もあったんですが、全体的にミスが響いて得点にはつながらず、最終的には富士通が7つもタッチダウンを上げるなどしてですね、49対17で富士通が勝利しています。パナソニックインパルス対東京ガスクリエイターズの試合は、2年ぶりの関西ホームでの試合となったパナソニックが強さを見せつけました。第1クォーター1分30秒、東京ガスのパントをパナソニックのラインバッカージャボリー・ウィリアムズ選手がブロックしてですね、伝統のディフェンスでまずはセーフティーという形でパナソニックが今シーズン初得点を挙げます。その後一時は膠着状態も続いたものの、パナソニックのルーキーワイドレシーバーブレナン翼が27ヤードのパントリターンでいいフィールドポジションを得ると、ランニングバックミッチェル・ビクター・ジャモーがダイブプレーで2つのタッチダウンを上げるなど得点を積み上げていきます。その後も横田選手、藤本選手、達川選手といったパナソニックが誇る強力なランニングバック陣が巧みなラン攻撃を見せる大活躍で点差を広げます。一方の東京ガスは試合の3日前に合流したというバージニア工科大学出身のスター選手、クォーターバックジェロット・エヴァンスが出場するんですけど、ワイドレシーバーと呼吸が合わず苦戦を強いられます。パス成功回数はわずか8回、インターセプトも2回食らうなどしてほろ苦い X リーグデビュー戦となりました。71対0とパナソニックが完封で勝利するゲームとなりました。エレコム神戸ファイニーズ対 IBM ビッグブルーの試合は期待以上の大接戦となりました。まずビッグプレーで見せたのはエレコムです。試合開始直後、ワイドレシーバーアルフォンソ・オヌンワ選手がブロックをうまく使ってフィールドを駆け上がって98ヤードのキックオフリターンタッチダウンを いきなり見せつけます。その後第3クォーターでも93ヤードのキックオフリターンタッチダウンを見せるなど、IBM 戦では必ず活躍するオヌンワ選手がこの試合でも大活躍でした。一方の IBM は得意のパスオフェンスで見せます。第1クォーター残り35秒のシーンで、クォーターバック正本勇樹からワイドレシーバー白根明へ落としどころ抜群の技ありタッチダウンパスが通るなど、鮮やかなプレーでたくさん見せてくれました。この試合だけで総獲得ヤード408ヤードの大爆発でした。しかし両チームともアンスポーツマライクコンダクトなどの反則が手痛く重なって、自分たちのペースに完璧に持ち込むことはできませんでした。エレコム神戸ファイニーズはクォーターバックのフォーディ・ソコール選手が出場できず、イリサ・カズキ選手が奮闘したものの、エレコムも主導権を握りきれずというところで、26対26の引き分けで試合を終えました。同点で第4クォーターを終えた場合はタイブレークなしで引き分けになるというですね、今年度の方式がウィーク1でいきなり適用されるゲームとなり、両者ともに引き分けで0勝0敗1引き分けという形になっています。オービックシーガルズ対オール三菱ライオンズの試合はオール三菱の出場辞退となりましたので、オービックが不戦勝1勝0敗という形になっております。続いてウィーク2の試合予定がこちらになっています。
9月19日にはですね、オービックシーガルズのホームゲームという形で IBM ビッグブルーとの千葉ダービーが組まれているほか、パナソニックインパルスと野島相模原ライズの試合も9月19日に組まれております。9月20日祝日にはですね、東京ガスクリエイターズと富士通フロンティアズの試合が富士通スタジアム川崎であるということで、予定されている3試合がそれぞれ別の試合会場で行われるという珍しい形での試合になるかなと思います。オール三菱の第2節の出場事態に伴ってエレコムとオール三菱の試合はエレコムが不戦勝という形になっていますので、ご注意ください。試合の詳しい、日程などはこの QR コードもしくは概要欄からご覧ください。はい、ということでウィーク1は、まあ大方、スーパーのウィーク1は予想通りというか、で富士通とパナソニックが強さを見せつけてですね、で IBM とエレコムの試合が大接戦になるということで、まあ大方予想通りではあったんですけど、まあ、IBM とエレコムの試合まさかの、まあ、同点で終わるというのはちょっと予想外すぎました。まあ、ちょっとこういった形でいきなり引き分けが適用されてですね、まあ、どっちともないというか、今後の試合がめちゃくちゃ注目というかですね、まあ、IBM とエレコムが同じチームとこれからシーズン通しては総合的に見ると戦うわけですけど、まあ、そういう意味では一つも落とせないというのがこの両チームになってきたなというのが、逆に引き分けになったことで改めて思いました。野島相模原ライズはパランデック選手がランではなくパスで見せてくれるというところだったので、今後楽しみになってきますし、まあ、スペシャルチームのミスがなければもうちょっと富士通との試合も面白かったのかなというところもあるので、次節パナソニック戦楽しみだなというところを感じます。東京ガスの方はジェロットエヴァンス選手が、まあ、本格的に今シーズン通じて、まあ、調整を1シーズン通じてですね、調整をしていって来シーズン以降に整えていくような形になるかなとは思うんですけど、まあやっぱり素材がいいというか素晴らしい選手なので、もしかしたら今シーズン中の爆発みたいなこともどこかであるのかなというのがところが楽しみです。また試合がないオービックですけれども、まあディフェンディングチャンピオンとして次節は千葉ダービー IBM 戦でどんな力を見せてくれるのか楽しみですし、オール三菱ライオンズもですね、なんとか早くシーズン試合の方に戻ってきてもらって、チアの方も含めて活躍される姿が見れるのが楽しみだなというところを感じるウィーク1でした。ネクストハードルウィーク2の方もですね、注目試合紹介など動画上げてますので、そちらもぜひ見てください。 X1 スーパーエリア、まだまだ楽しい試合が続くので楽しんでいきましょう。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。